私の姿を見た人間は、この地球に100人といない。深さ2000メートル、光も届かず、音すら吸い込まれていくような静寂の中、私はゆっくりと漂っている。カメラに映ることすらまで、生きた私に誰も触れたことはない。そう、見たことはある。でも捕まえられない。それが私の存在のすべて。私の体は傘のように開き、その下から4本の長い腕が垂れている。その一本一本が10メートルを超えることもある。揺らめく姿は、まるで深海のマント。でも、毒も、光も確認されたことはない。目も耳も、口も持たない。私はただ浮かび、時々、何かを捉える。どうやって獲物を捕まえているのか、私にもわからない。誰も、その瞬間を見たことがないのだから。私が暮らすのは、全身層から深海層にかけての、水深線、4000メートルの世界。音は消え、光も届かず、仲間もいない。まるで、自分だけが存在しているような空間。それでも、寂しくはなかった。孤独こそが、私の当たり前だったから。すれ違う相手もいない。仲間がどこにいるのかも、どうやって生まれたのかさえもわからない。それでも私はここにいる。それだけでいい。スティギオ・メデューサ、ギガンティア、地獄の巨大なメデューサと、人間は私に名を付けた。まるで幻のようなクラゲ。でも、本当にクラゲなのか。かつてはクラゲ恋に分類されていたが、今は、ヒドロ中高とされている。それでも、私の正体は謎だらけ。名前も、生態も、繁殖の仕組みさえも。私はただ、そこにいる。幻のように、それでも、確かに存在している。私は一生、誰にも会わない。親にも、子にも、仲間にも。出会いもつながりもない。私の命に言葉は不要だった。科学者たちは言う。観察例は100件に満たない。と。ならばそれ以外の、何千、何万もの私たちは、誰にも知られず、この海で生まれ、そして消えていった。でも、それを不幸だとは思わない。誰に知られなくても、私は、私のままで生きたのだから。でも今、あなたが私の声を聞いている。それは、偶然カメラが私を捉えたから、この広い海の、ほんの一瞬の交差。あなたの目に私は映った。それがどれほど稀なことか、あなたにはわからないかもしれない。けれど私は、それだけで十分だ。どうか、たまにでいい。思い出してくれたらそれでいい。そんな生き物がいたんだな。